港未来号。港未来号は、かつて、埼玉高速鉄道、東京急行電鉄、東京都交通局の車両をそれぞれ使用して、埼玉高速鉄道線浦和みそ駅、東京地下鉄、東京メトロ南北線、東急目線経由、東京地下鉄日比谷線北千住駅、都営地下鉄三田線高島平駅、東急目黒線経由から、東急東横線を経由して、 横浜高速鉄道港未来線元町、中華街駅までの間を運行していた臨時列車愛称である。なお、本校では港未来号の前身である横浜未来号、並びに接続臨時列車港未来リレー号についても記述する。最初に運転されたのは2004年平成16年5月4日5日に東急線形を使用した横浜未来号である。 運行区間は、日比谷線北千住港未来線元町、中華街間で、特筆すべきは、日比谷線内を急行運転したことである。同線内を急行運転したのは、帝都高速度交通営団、営団地下鉄時代の2003年、平成15年12月27日28日30日に、運転された東京ミレナオン号以来2例目である。また、 この列車の運行に際しては、ヘッドマークも用意されていた。参考、日比谷線内の停車駅、2004年8月22日の運転部により、横浜未来号から、港未来号に改称するとともに、ヘッドマークのデザインをそのままにして、文字を、横浜未来号から、港未来号に変更し、また、停車駅も変更され、東横線、港未来線内が、 急行運転となった。さらに、同年12月23日からは、都営三田線高島平から、同月25日には、埼玉高速鉄道線浦和美園からの直通運転がそれぞれ開始されるが、特筆されるのは、この2線からの乗り入れ車両が、横浜高速鉄道本来の総合直通先ではない、車両、全車、都営6300系、後車 当時、埼玉高速2000系を使用していることである。両列車ともに9番取付式のヘッドマークが用意され、高島平八着のものと浦和美園八着のものでは、図柄が異なる。なお、以前にも2003年7月20日に、埼玉高速鉄道線浦和美園から、東急東横線桜木町まで、横浜港祭り花火号を運転していたことが使用車両は、 同級3000系。この時は、桜木町業のプレートを掲出した。2005年、平成17年以降は、おおむね1から3ヶ月に1度の割合で各線より、運転され、特に、港未来線開業月の2月を筆頭に、春の大型連休、夏休み、クリスマス期間に運転される機会が多い。なお、同年7月17日には、 横浜港祭り国際花火大会の開催に合わせて初の試みとして北千住、高島平、浦和美園から三種同時に東横線、港未来線内は15分間隔で港未来号が運転入れた2006年2008年にも実施。なお、同祭時が雨天などで運転日に実施できない場合は東京湾大下日祭り直通臨時列車2006年と同様に 予備日には運転されないことになっているが、東急東横線内の臨時ダイヤは実施される。ただし、これは片道、往路のみの運転で、袋は回送列車として運行された。また、この日より、北千住発着列車のヘッドマークが前後で異なる。新様式取った2007年は、開催日の7月15日が台風4号の接近に伴い中止となり、 予備日だった翌16日も運休。また、2006年、平成18年2月4日にも2回目の三種同時運転が行われたが、これは横浜高速鉄道港未来線の2周年記念イベントの一環である。なお、この運転より、北、千0発の港未来号のヘッドマークが再度変更され、横長の小型のものになった。2007年、 平成19年は公述するイベントの関連で、通常のヘッドマークと異なり、2月から3月上旬、運転分は、ドラえもん、4月中旬、5月上旬運転分は、アンパンマンの特製ヘッドマークを掲出し、また、校舎で初めて、港未来線内を各駅停車で運転したことで、通常急行が停車しない新高島駅、横浜アンパンマン、子供ミュージアム下車駅にも停車した。 同年7月から8月運転分以降も同駅に停車している。なお、2007年7月から、浦和美園発の列車の車種が、埼玉高速2000系から東急5080系に変更された。ただし7月15日分は運転中止。また高島平、浦和美園両発着列車のヘッドマークが新しくなり、全車は9番取り付けから外付け。 使用車両の都営6300型も映っているに、後者は車種変更により、ステッカーから9番取り付けに入れぞれ、改められている。また、同年10月にもイベント関連で運転されていたが、この回では、通常のヘッドマークが装着されていた。2008年、平成20年6月22日に、目黒線武蔵小杉日吉間が延長されたことで、 運行規模が若干縮小され、同年7月運行分からは、上り列車の設定がなくなって3方向からの下り列車のみとなった。高島平発と浦安美園発は通常急行が停車しない元住吉駅に停車して、特急を退避するように設定されたため、目黒線の日吉駅延長後も電園調布駅での点線が継続された。東横線、港未来線内は、 約30分間隔で運行される。12月23日の運転では、横浜での夜景鑑賞をターゲットとして、3方向同日運行ながら、運行時間帯が午後にシフトされている。2009年、平成21年7月25日の運行部により、ヘッドマークのデザインが変更され、それまで各社局で違っていたものが、行き先部分を除き統一された。 12月23日の運転では、前年に引き続いて、午後に運行、東横線、港未来線内は、約60分間隔で運行された。2005年2月11日には、高島平八着の当列車を運転する際に、南北線大地上谷・白金高縄間で、港未来リレー号が9000系で運転され、同駅で、高島平八着の列車に接続した。 この列車にも吸盤取り付け式の特製ヘッドマークが用意されていた。2009年7月25日には4年ぶりに南北線に港未来リレー号が設定され、浦和美ン8白金高輪行で運行された。ヘッドマークは用意されたが、臨時ダイヤではなく、通常ダイヤの各駅停車をリレー号に仕立てたものだった。浦和美ン 高島平発着の列車は、東急目黒線が、急行運転を開始するまで両列車ともに、埼玉高速鉄道線、南北線、都営三田線、目黒線内は各駅に停車し、東横線と港未来線内は急行停車駅に停車していた。東横線、港未来線内では、下りは特急の後を追い、上りは特急の前を走っていた。しかし、 2006年9月24日から、東横線の車両基地である、元住吉県区がある、元住吉駅が高架化された関係で、武蔵小杉駅での目黒線、東横線相互間の点線が移行不可能となったため、同年12月運転分から、目黒線系統の港未来号は、同線内を初めて急行運転することになり、また、目黒線から東横線への点線も、 田園調布駅での実施に変更した上で、停車駅も埼玉高速、東京メトロ、都営線内は、各駅停車、東急、港未来線内は急行運転に変更されている。その後2007年4月運転分から、北千住発着列車について、日比谷線内を各駅停車としたほか、港未来線内も、各駅停車とされた。なお、 同年8月運転分まで、日比谷線系統の日吉退避は継続していたが、同月23日から同駅2.3番線が、目黒線用となり、ホームドアが設置されて、構造上日比谷線系統の退避ができなくなったため、同年10月運転分から、元住吉駅にも停車している、目黒線系統は、同月27日に運行された、浦和味その高のみ同駅に、臨時停車。 さらに、目黒線が日吉駅に延長した2008年7月運転分より、同線から東横線へ点線を日吉駅に一旦変更した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。